お台場 TV、ワッチミー TV をご覧の皆さん、こんばんは、服部あゆみです。毎週金曜日のこの時間は、お台場レインボーステーションの時間ですよ！イエーイ！さて、今週のメンバーは？はい、第13期シーサイドイメージガールの武田あさみです。同じく近藤結衣です。今はあえて何も突っ込みませんが、なんかメンバーは久しぶりじゃないかな、ね、そうだよね、うん、夏だった気がする。そう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 、前回もこんな感じでやった記憶がうっすら残っていますが、うんうん、それではあさみん、はい、本日のラインナップを元気よくお願いします。はい、午後8時5分頃から臨海地区で開催されるイベントを紹介するレインボーエクスプレス、イメージガールがおすすめ商品を紹介するシーサイドマルシェ、そしてお台場に関する質問にお答えするこちらがお台場探偵局と続きます。午後8時20分頃からウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週のウィークリーパーソナリティはスクリーンズの皆さんがお送りします。最後はエンターテインメント情報、今週は本日から公開の映画ドラキュラゼロ、そして明日から公開の映画エクスペンダブルズ3ワールドミッションとマダムマロディと魔法のスパイスの3本を紹介します。今週も内容盛りだくさんでお送りするお台場レインボーステーション、最後までお付き合いください。それでは本番に向けての意気込みをあさみんから。あさみんです、頑張ります。ゆいまるは、はい、ハッピーハロウィーン。それではお台場レインボーステーションスタートです。皆さん私だって分かりました？分かるわ。そうだった。事故事故。お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、服部あゆみです。第13期シーサイドイメージガールの武田あさみです。同じく近藤結衣です。今日10月31日は何の日ですか？せーの、ハロウィーン。ピンポンピンポン、イエーイ。皆さんお待ちかねでしたね。ハロウィンの日ですよ、はい、しかも当日も当日ですよね。そうだよ、当日だ。金曜日に当たるなんてなんてラッキー。ラッキーラッキー。ということで私たちも仮装してお届けしています。今日のファッションポイントなんかをね、お二人に聞きたいなと思うんですけど、はい、真ん中に座ってるアサミンがね、とてつもなく怪しいっていう。じゃあまずは可愛い格好をしているゆいまるから。はい、私は今回父兄さんになってみました。おー、はい、おー、いいですね。いいですかね。やっぱりファッションポイントとしては、うん、ちょっと可愛めにツインテールをして帽子をかぶってるとこです。逮捕されたいね。逮捕されたいね。あさみんの笑い方がちょっと今ウフフフってなっちゃってて。さあ、そんな気持ち悪いあさみんは、はい、私はですね、うん、顔、顔面仮装してるんですけど、あの仮面ですね。そうね、仮面をあの被ってるだけなんですけど、今日ね服装が黒なの。うん、だからちょっと怪しいっぽさ満載でしょ。うん、そう、怪しい、うん、怪しい、ただでさえ怪しいのに。はい。そんなね、一番アイミンがすごいから。アイミンのファッションポイントは、うん、私は全身メイド服で。そう、全身、これもうすごいよね。すごい。しかも頭にはハロウィン帽という、うん、一番浮かれている人ですね。なんかメイド服でもさ、うん、なんかすっごいメイド服だよね。すっごい、そうね、ブリブリの、なんか萌え萌えキュンみたいな感じですね。そうそうそう。ハートのエプロンをつけております。ちょっとね、自分でも恥ずかしくなってきちゃったけど、今日はそんな恥ずかしさも忘れて、うんうん、行きたいと思います、はい。もちろん私たちの仮装の格好はですね、ブログにアップしますので、はい、イメガのブログチェックしてみてください。はい。でもね、今日もね、浮かれてられるのも今日までなんですよ。そうだね、明日から11月になってしまうということで、はい、今夜は盛り上がりましょう。イエーイ。それでは番組インフォメーションをあさみんお願いします。はい、お台場レインボーステーションは東京半蔵門にあります東京 FM ミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jpors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-6457-1462、 東京 03-6457-1462 へお送りください。そしてスタジオの様子をユーストリームでライブストリーミング配信しています。フジテレビラボ LLC が運営するネットテレビ局バッチミー TV でもご覧になれます。どちらも音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。
そしてさらに iPhone 無料アプリチューインラジオでもこのラジオをお聞きいただくことができますので、 iPhone お持ちの方はぜひダウンロードしてみてください。はい、あさみんありがとう。ではここで1曲お届けします。気晴らしの1曲のテーマでユイマールに選曲してもらいました、はい、曲紹介お願いします。はい、ブサイクで TTT テレテテレティティティ誰のケツ。よく言えたね。イエーイ。1音目からちょっとね汚いね。びっくりしちゃった。あのずっとねユーマール始まる前にユーマールずっと練習してティティタだったずっと言ってた。そう。テレテレティティ。完璧。いやユーマール気晴らしにこれ聞くの。そうね、なんかなんだろう。あのやっぱ愉快な曲じゃない、落ち込んでてもこれ聴いたらなんかもうどうでもよくなるじゃないけど、あなるほど、ね、そう気晴らしになるかなと思って結構プライベートで聴いてます。お、はい、そんなユイマールはさ、ね、あれだよね、明日いよいよ、そうですね、明日明後日とミスコンテストが、ウェディングドレス着てきます。いいな、発表さしてくれた時が私たちだったの、ちょうどねこのメンバーだったのよ、着ることになりましたって、ね、嬉しいね。ちょっと親心みたいなもの見送られて明日明日、明日明後日頑張ってきます、楽しんでほしいね、楽しんできます、そうですね、今日までネット投票できる、そう今日までネット投票できるから皆さん最後の1票です、お願いします。12時まで OK、お願いします。バッチリしてください。さてあさみんは、今日はねちょっと淡白な怪しいだけの格好、ちょっとボロクソ言ってんな。今日ちょっとおとなしめの格好ですけど、そうですよ、ブログを見た方はご存知の通りもう一足先にハロウィンしてるんですよね。そうなんです、そうそうそう、日曜日に、友達とハロウィンしてきちゃいました、どんな格好で。チャイナチャイナでね、そうなんか私友達が、インディアンの格好するって知ってて、そうそう、だからなんかじゃあ民族系にしようってなったの、だからチャイナにしたのね、だからね行ってみたらびっくり、みんなインディアンで、それだけチャイナだったんだよねあれね、びっくりしたって、えみたいな、いやだから本当恥ずかしかったんだけど、なんかもう開き直って、もう超楽しみました、細い手足が伸びてね、チャイナ服ってね、みたいな、綺麗ってか美しいってかちょっとエロさもあるよね、なんか足からその間から見える足、スリットがねポイントだから、全然気にしてなかったけどね、見せまくってた、なんかもうイエーみたいな、イエー、逆にセクシーさがなくなってしまう、そうなんですよ、進んで見せるみたいな、はい、あさみ本当に本物ですよ、ちょっと後でちゃんと素顔も見せますよ、実はお姉さんでしたみたいな、そういう声似てるんですみたいなね、姉でしたって、そうそうそう、偽物かもしれない、まあ、ありそうなことですけどね、確かに、そう暑くない、そうそう、私ずっと気になってたの、あゆみ暑そう、そう暑いの、あのね打ち合わせの時からずっとねじわじわこう熱気が溜まってて背中とかに、え本当にすごいよね、そ高そう、いやこれお安いんですよ、本当に本当に5000円しなかったもん、高いイメージある、すごい、でしょ、ちゃんとした生地だもん、ね、そうなんですよ、サテン地とかじゃないのに安いんですよ、すごいね、すごい、皆さん原宿で探してみてください、 おすすめです、ティティティタラッティ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 、おい、ティッティティティ、おい、おい、ケツ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 言われてます。近日臨海地区で行われるイベントをご紹介します。11月1日2日お台場全域及び丸の内東京有楽町エリアで第13回ドリームよさこい祭りが開催です。11月3日から23日東京都水の科学館でペットボトルロケット打ち上げ体験会が開催です。11月8日9日メガウェブでヒストリックカー道場試乗会アメリカンカースペシャルデーが開催です。またこちらの詳しい情報は東京産経新聞社発行のフリーペーパー東京シーサイドストーリーに載っています。東京シーサイドストーリーは臨海線ゆりかもめ線の各駅そしてお台場の各施設に置いておりますのでぜひお手に取ってみてください。皆さん気になるイベントがありましたらぜひ足を運んでみてください。さて続いてはこのコーナー、やってまいりましたシーサイドマルシェ。
このコーナーはシーサイドイメージガールが今流行っているものをリスナーの皆さんに独自のやり方でおすすめするコーナーです。今週も2人にはおすすめ商品を持ってきてもらっています。はい、早速テーマを発表しましょう。はい、はい、今日のテーマは大人かわいい冬アイテムです。かわいい、かわいいちょっと自分に足りないかわいさを演出してみました。なんとですね、2014年の冬は大人かわいいがトレンドというのが番組の調査で分かっております。おいおいおい、ということでイメージガールの大人な一面を見せちゃいましょう。はい、ではまずあさみん胸隠してんのよ何胸隠してんのよではまずあさみん何持ってきましたか。はい、はい、私の大人かわいい冬アイテムは、ボンボンの、うん、ね、ふわふわのね、何かわいいのうさぎの尻尾みたいな、ね、そう、あのうさぎのポン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 、うん、ポンポンのヘアゴムです、うん、あの今年ですね、実はこのポンポンが流行るんですよ。へー、あのパンプスについ、うん、あのパンプスのつま先の部分ですね、そこにポンポンがついてたりとか、うんうん、そういう靴も流行るし、あとチョーカーあるじゃないですか、首の巻くやつね、がね、うん、あのポンポンがついてるのが流行ったりとか。そうなんだ。そう、私のはヘアゴムなんですけど、うん、流行るみたいな、かわいいんですよ。で、うん、私がなんでヘアゴムかっていうと、はい、冬はね、うん、冬になるとさ、マフラー巻くじゃん、みんな。マフラー巻く。で、静電気とか、ブワーってなるでしょ？髪痛むんじゃないかなってちょっと思うよね。で、その時私いつも冬は、うん、あの一つにくくることが多いので、うん、で、それでなおかつ、この大人かわいい冬アイテムのポンポンのヘアゴムをね、うんうん、ご紹介したくて、こちらね、あの普通の雑貨屋さんで400円で買いました、私今日。かわいいです。かわいい、ポニーテール用に1本なら400円で済んでしまうという、うんうんうん、ぜひぜひ、あの手軽、かわいい、かわいい、ふわふわね、肌触りも良いので。ほんとだ、手汗つけとこチェックしてみてください。チェックしてみてください。続いてはゆいまる、はい、何持ってきましたか。私今手元にないんですけど、うん、DHC から発売になっている、うん、濃密うるみ肌という化粧水です。ツイッターにあげてたね。そうなんです、そうなんです、うん、っていうのも、まあ、やっぱり物で可愛さを作るのもいいと思うんですけど、うん、やっぱり可愛さは自分で作るでしょっていう。さすがですね。ゆまるさん、見つかんでてから内面綺麗、すごい溢れ出てきたよね。本当に、うん、本当に。そう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 、なんか冬ってやっぱ乾燥しやすいでしょ、うん、でやっぱりカサカサ肌の女の人見ても、うん、あんまり可愛いって思わないじゃん、うん、やっぱりもっちりなお肌じゃなきゃ可愛くないから、もっちりお肌になるためにはと思い、はいはい、化粧水、この化粧水使ってるんですけど、うん、この種類的にはしっとり用とさっぱり用と、うん、もっちり用っていうのがあって、はいはい、その化粧水はしっとりとさっぱりで選べて、うん、乳液でもっちりを使うっていうのが。そうなんです。もっちりって欲張りだね、すごいね、うん、でなんかその4種類のヒアルロン酸とコラーゲンが配合されていて、うん、もう本当に私使ってるんですけど、もちもちになりました。チェックチェック。ほんとだ、もっちりしてるちょっと触ったそうなんです、化粧のりも良くなって、うん、もう冬の乾燥怖くなし、怖くなし、怖くない、怖くないと思い、うんうん、なのでいいな。そうなんです、おいくらぐらいで買えるんですか。はい、税込みで864円です。はい、安くない。安いったらお釣りくるよ。そう、うん、化粧水ですごい安くない。そう、しかも手のひらよりも大きいの。あ、じゃあしっかり何ミリリットルって入ってるわけね。そうなんです。ゆっくり、ぜひぜひ買ってみてください。ドラッグストアに売ってます。乾燥するこの時期にたっぷり使える化粧水はもう味方ですからね、うんうん、はい、というわけで本日のシーサイドマルシェは大人かわいい冬アイテムをご紹介しました。次回もお楽しみに。続いてはこのコーナー、始まりました。こちらがお台場探偵局。このコーナーではお台場についてのふとした疑問など、お台場に関する基本的な質問や、お台場のデートコースなどちょっぴりラブな質問をリスナーのあなたから募集し、イメージガールが調べて質問にお答えします。早速メールをご紹介しましょう。ラジオネームアヒルマルさんからです。イメージガールの皆さん、こんばんは。こんばんは。お台場大好きアヒルマルです。ゆりかもめの各駅に文様があるのはご存知ですか。この文様たくさんあるとは思いますが、何を意味しているのでしょうか。ぜひ教えてください。よろしくお願いします、うん、とのことです、
ということで、文様そういえばなんかあったようななかったようなね、ちょっとね、うろ覚えなんだけれども、この質問にゆいまーる、はい、お答えお願いします。そう、みんな知ってた文様、なんか私知らなくて、うん、知らなかった。そう、なんかこうカモメを模したさ、そうそうそう、やつは見たことあるんだけど、あれはゆりかもめのマークなんだよね。そう、ゆりかもめのマークで、その文様っていうのはその日本古来の伝統の文様を用いてるみたいなんですよ。本当に文様、はい、が正しいのね。はい、そうなんです。で、このゆりかもめの文様があるっていうので、うん、調べてみたんですけど、うん、駅ごとにあるみたいで、すごい。そうなんです。なんで文様があるかっていうと、うん、その駅ごとに特色をつけるのと同時に、うん、近代建築物に日本古来の伝統文様を用いることで心の和む駅としてすることを期待してつけているそうです。本当いろんな種類があるんですけど、うん、で私ゆりかもめで一番使う駅が船の科学館なんですよ、うん、そうね、大好き、シーサイド出るときはね、シーサイドで使うんですけど、ね、そこの、文様は水面に浮かぶ帆掛け船ということで、おめでたい文様をイメージしてるみたいですよ。そうなんだ、はい、船の科学館だから船の文様、そう、船とね、船、確かに、そうだよね、そうそうそう、すごい、ちゃんと見てみたいね、ね、そうだね、意識しないで結構さっ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 歩いちゃうから、そうなんです。各駅にあるみたいなので、うん、ぜひゆりかもめに乗った際は、うん、見てください。はい、ゆりかもめでね、文様巡りなんかも楽しいかもしれないので、ね、新たなお台場の楽しみ方をしてみてください。アヒルマルさん、参考になりましたか？このコーナーではお台場に関する質問を募集しています。ぜひ質問をくださいね。お待ちしています。さて、この後はウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週はスクリーンズの皆さんがお送りします。皆さんとはまた後半にお会いしましょう。ここで一曲お聴きください。3代目 JSOUL BROTHERS で冬物語。
さて、毎週この時間はウィークリーパーソナリティとして週ごとにアーティストを迎えてお送りしています。今週は私服部あゆみがナビゲートして素敵なアーティストをご紹介します。今週のウィークリーパーソナリティは映画主題歌を歌うアイドルユニットスクリーンズから3人がお越しくださいました。こんにちは。こんにちは。自己紹介をお願いします。はい、はい、赤澤奈々です。8月10日ハートの日生まれです。よろしくお願いします。ハートの日。はい、三角って書いてミスミって呼びます。ミスミマミです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、松山純奈です。17歳の高校2年生です。よろしくお願いします。高校2年生、よろしくお願いします。はい、お願いします。そしてこのメンバー3人が全員なわけではなくて、あと2人いらっしゃるということで、はいはい、しかもその2人がなんと、はい、中学生という、そうなんです。かわいい。その2人のことについてもご紹介お願いします。そうですね、出川七穂っていう子と渡辺美優っていう子なんですけど、はい、ダンスもキレッキレ で、いつもニコニコですごいかわいい。ゆるキャラですね。はい、ゆるキャラなんですね。14歳っていうですよね。はい、癒し系の2人にも一緒で5人揃ってスクリーンズということで、はいはい、本日はスクリーンズの皆さんをお迎えしてお送りします。お願いします。スクリーンズの皆さんは邦画洋画を問わずに幅広いレパートリーの映画主題歌を歌ってみるというのをコンセプトに活動されている5人組のアイドルユニットということで、そんなスクリーンズの皆さん、はい、11月5日にミニアルバム、はいはい、ムービーガールで CD デビューが決定されました。ありがとうございます。お願いします。早速質問なんですが、はい、映画主題歌を歌っていくっていうコンセプトになったきっかけとか、そういうものはあるんですか？うん、そうですね、はい、映画好きな私たちが、うん、もうどんどん映画館を盛り上げていきたいみたいな、そう、そういう気持ちから、はい、そうですね、生まれたのが、お客様におもてなしの気持ちを大切にするっていうコンシェルジュアイドルユニットを目指しています。はい、じゃあただ単に踊って歌って盛り上げるだけじゃなくって、はいはい、楽しんでいただくみたいな、そうですね、そういう気持ちも、ね、ね、あ、素敵な、はい、素敵なコンセプトですね。さっきもご紹介したんですけれども、今回11月5日にリリースされるミニアルバムムービーガールは、はい、80年代の邦楽の名曲をカバーされているということ で、はい、80年代といえば皆さんは生まれて、生まれてないね。そうですね、94年が最初に生まれ、だからママたちの思い出の、そうですね、そうですね、親御さん世代の楽曲を歌っているということ で、ね、この選曲の理由を教えていただけますか？例えば、ね、みんなが知ってる曲を主に、ね、なんだろう、ママたちがそれこそ口ずさんでた曲とか、例えばすごくユーミンさんとかだと教科書とかにも載っている、なんだろうね、その時の思い出を思い出せるような、うん、そんな曲を選んだ、聞きなじみのあるような曲ですね。そうですよね、もう名曲とか名映画は時を超えて私たちのところにもね届いてますもんね。はい、ということで早速あの映画の主題歌を歌っていて、すでにある曲を歌っているときに気をつけてることなどはありますか？気をつけてること、私はすごく歌詞の意味を考えて、その歌詞のストーリーを描きながらというかっていう風に気をつけてます。演技派なんですね。スクリーンズでも、はい、はい、2人はユーミンさんとかの元の歌ってる方々のイメージを壊しすぎてしまわないように気をつけてます。なるほど、大人っぽい意見ですね。すごい小児でしっかりしてる。ありがとうございます。いや、じゃあ、はい、そろそろ、はい、スクリーンズの曲をお聴かせいただきましょう。はい、曲紹介お願いします。はい、はい、と私たちのオリジナルでとムービーガールという曲なんですけど、あ、すいません、曲言えなかった。11月5日に発売する、はい、カバー曲もたくさん入っているんですが、唯一のオリジナル曲のムービーガールを聴いていただきます。ほんのり聞こえますね。あ、これアルバムにはショートバージョンとロングバージョンどっちも入ってない。あ、すいません、私が
ショートバージョンを聞いて楽しんでいたんです。ありがとうございます。ずっと台本読みながら聞いてたんですよ、実は。ありがとうございます。ということで、今手元にも CD が届いています。あで、映画のフィルムみたいになってるんですか。そうなんです。ここもずつ一人ずつキラキラしてて、うん、すごい可愛らしい。中もね、どんどん、なんか映画チック。そうなんですか。あ、あ、ちょうど CD がかかってました。開けちゃってごめんなさい。そしてあのイベントを開催したんですよね。はい、10月の22日に。はい、そうです。はい、どこで開催されたイベントなんですか。ユナイテッドシネマ豊洲さんで、はい、あのなんだ、劇場っていうか、うん、その本当に映画館で、映画館でお披露目イベントがあったんですね。今私手元に写真持ってるんですけど、衣装可愛らしいですね。こんなショッキングピンクが似合うのね、可愛い人しか着られないんですよ、こういう衣装。この衣装に秘密があるっていう風に聞いたんですけど、言った、言っちゃ、言って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 言っちゃ、言っちゃ。一人ずついろんなところに映画の本物のフィルムが入ってるんですよ。でだから誰が出てるかわかんないですけど、その映画のフィルムが入ってるんですよ。あれ、これ紹介した方がいいかな。例えばこのジュンナちゃんのとこ、このスプライト、スプライト、ストライプ、飲み物、すいません、ストライプに入ってこう縦に入ってるんですけど、こういうとこだとか、あとはこの今日はいないんですけど中学生の出川奈々穂ちゃんのとこの頭のこのバンドに入ってますね。はい、入ってたりとかするんですよ。あれ、すいません、ここですね、こことか。あとどこや、あと、あ、このみゆちゃんのリボンのとことか。結構丁寧に、はい、丁寧にくりくね。私だとこのね、あのベルトになってるとこなんですけど、ベルトなんだ、映ってないけど、あ、中に入ってたり、すごい可愛いんですよ。そうですよね、はい、お気に入りです。もう本当にありがたい。これからもどんどん新しい衣装とかにも、はいはい、そうですね、可愛い衣装着こなす皆さんにも楽しみ、もちろん注目が集まりますよね。お願いします。どんな衣装があるとかあると思うんですけど、このムービーガールがアルプス女学園の主題歌になっている、はい、っていうことで、はい、この映画に皆さんは出演されてるんですか。はい、そうですね、2人が参加させていただきました。ちょっと生徒役で、はい、こう映画館に行けばかかってぐらい、ね、そうですね、探していただいて、あとパンフレットの方にはしっかりとバッチリ皆さんが載ってる、ね、そっちにはもう5人とも全員、そうです、載って、あ、パンフレットはあの2人に、あ、パンフレットにも2人が載ってる、はい、最後の曲のところにパンフレットに5人の写真が載ってます。大活躍で、もういきなり映画の主題歌ですから、皆さんそうですよ、映画館に足を運んでチェックしてみてください。私このムービーガール聴いててね、曲調がちょっぴり懐かしいなっていう感じもしたんですけど、歌っててどうでした。そうですね、なんかお母さんたちやなんか年のなんだろう、大人の方にもすごく人気のある、人気です、耳なじみのあるメロディーが爽やかで可愛らしい。私のお父さんもなんかウェーって歌ったって言ってました。記者会見、記者会見いらしたんですね。今お送りしたのはスクリーンズでムービーガールでした。この曲は9月27日に公開されている映画アルプス女学園の主題歌になった曲なんですよね。はい、スクリーンズのオリジナル曲ということで、はい、ここからは詳しくこの曲について教えていただけますか。はい、そうですね、この曲は先ほども言ってもらったんですけど、アルプス女学園という映画の主題歌になっていまして、なんだろう、女の子のキュンっていう、キュンっていうのを歌にしたみたいな。そうですね、いろんな瞬間を、そうですね、なんか恋だったり、うん、これからの将来のことだったりとかを、すべ、なんか切ない気持ちだったりを歌詞にした曲になってます。なるほど、私さっき聞いてて歌詞で制服っていうのが聞こえた時にちょっと切なくてキュンとしました。そうですね、歌したいなと思って、はい、そうですね。さて、ここからはスクリーンズの皆さんのパーソナルの部分についていろいろと質問していきたいと思います。覚悟はいいか。いいぞやった
では早速質問させていただきます、はいはい。まあ、映画を主題歌を歌うユニットということで、まあ、もちろん映画が好きなのかなっていうふうに思ってるんですけれども、はいはい、その中でも一番好きな映画は何ですか？はい、はい、私はですね、うん、すみませんディズニー映画になっちゃうんですけど、うん、塔の上のラプンツェルが大好きで、もう何回でも何回でも見てます。おちなみに何回くらい見たんですか？もう本当に週3ぐらいで見てます。頻繁にも転がりますけどね。ついてますね、ずっと。そか、 BGM みたいな感じでも映画を流しているっていうくらい大好きなんですね。ですファンタジー映画を好き、大好きです。ということで、はい、では水見ちゃん。私はコメディ映画が好きなんですけど、あの漫才ギャングっていうのがすごい好きで、なんかそのあ、ちょっと説明してもいいですか？どうぞどうぞ。売れない漫才師のトビオ役っていうトビオさんがなんかまあちょっと事件起こしてじゃなくて、なんか留置所に入っちゃうんですよ。でその留置所で出会ったすんごい柄の悪いヤンキーとコンビを組んで漫才師になるっていうやつなんですけど、もうずっと笑えますよ。だからもう何かあった時は見れば必ず笑えるので、はい、見てほしいです。もっと昨日もう見ときました。あの、はい、持ってる？持ってます。おじゃあ映画、好きな映画もやっぱおすすめです。はい、はい、じゃあ純奈ちゃんは。はい、私は魔法にかけられてという、うん、みんな知ってると思うんですけど映画が大好きなんです、うん。はい、あの吹き替え版で見てもすごいいいんですけど、うん、その英語のまま見てもすごく面白くて素敵な映画です。あれもディズニー？そうですね、そうだよね、はい、実写とアニメみたいな。そうなんです。そのアニメの、うん、アニメ絵本の世界から、うん、この現実の世界に来てしまうという素晴らしいファンタジーなのかな。ファンタジーですね、はい。3人の趣味がちょっとだんだん分かってきました。好きな映画だとどんな性格なのかなっていうのも見えてくると思いますが、じゃあ次は音楽面で質問させていただきます。はい、3人が影響を受けたアーティストとかはいますか？はい、そうですね、私は Perfume さんが、うん、あの広島 の、うん、あの同郷の先輩で、なんだろう、ダンスとか全てにおいて尊敬してます。あ、なるほど。皆さんもダンスキレッキレで、あ、そうですね、ダンスを見てほしい感じですね。はい、うん、あの子とスキャンダルもちょっとなんか、うん、パフュームっぽい感じがするなと思った。本当ですか？テクノっぽいかなってちょっと思いながら聞いてました。私は阿部真央さんに憧れてるんですけど、阿部真央さんのモットーを聞いてなんかすごい前に進もうじゃないけどすごい元気もらったんですよ。で阿部真央さんってすごい切ないのもすごいもう泣きそうに歌うんですよ。それもできるし、かっこいい歌もできるし、キュンとできるようなのも、もうその使い分けというかそういうのがすごいなと思うんでずっと聞いてます。耳がいいですね。大好きです、もう大好きです。はい、本当に好きなのが伝わってきました。じゃあ純奈さん。はい、私は三浦大知さんがすごい尊敬してて、はい、歌もダンスも完璧なんですよ。うんうん、でライブの歌ってやっぱりこの CD の歌とかよりレベルが下がったりするじゃないですか。あ、そうですよね。三浦大知さんはそのライブが CD 以上なんですよ。かっこいい、すごいかっこよくて尊敬してます。本物感がありますね。はい、3人の影響を受けたアーティストについて伺いましたが、もっとプライベートな部分について質問してもいいですか？はい、オフの日は何をしているか教えてください。はい、私はカフェが大好きで巡ってますね。似合う。本当ですか？コーヒーが好きでラテアートだったりとか、あとパンも大好きで、もう巡り巡ってます。最近行ったカフェのそうですね、私はあのベアポンドっていう下北のコーヒーを、なんだろう、一生懸命じゃないわ、なんて言うんですかね、はい、本格的に入れて最初からこう豆から引いてくれるみたいなところ、そう、そこはと、はい、なんかちゃんと
はい、しっかりしたコーヒーが飲めるお店ということで、行ったら会えるかもしれない。マナさんに会えるかもしれない。会えるかもしれない。マナさんは休日を何してるんですか？あ、え、私ですか？マナさん。あ、マミです。マミ。あ、ダニーです。じゃあマナです。本当に。あ、大丈夫です。私はなんか洗濯をした部屋で、その太陽の光が差し込んでるその畳でなんか大好きなアイスを食べながらグダグダしてるのが好きっていうかしちゃいます。はい、なんかその洗濯干したまま寝ちゃうんですよ。あ、ポカポカしてて、はい、すごい太陽がかかる部屋なんで、そこがそれが幸せな時間です。洗濯っていうしっかり者な一面プラス、あ、洗濯はしますね。のんびり屋の一面、そうやって、どっちかなと、ね、いいですね、ギャップがあるところが。ギャップ。じゅんなさんは、はい、オフの日は？私お家で猫を飼ってるんですけど、はい、かわいい、にゃんこ猫で、うん、そのお家の中であったかいところを探してそこでゴロゴロするんですよ。でその猫と一緒にあったかいところでお昼寝してます。休日は お昼寝。じゃあ結構マミさんとじゅんなさんは、じゃあ一緒にお昼寝する？いやだ冷たい、すごい速さで嫌だ、ね、冷たいですね。普段からこういうなんかちょっとツンデレなんで、自分で言うくらいツンデレでは少なめで。じゃあスクリーンズのメンバー5人はこうどういうバランスなんですか？こう誰かが甘えん坊とか、誰かがクールとかあるんですか？このジュンナちゃんとマミちゃんがずっと喋ってますね。オタクトークしてますね。何気に仲いいんですよ。何仲いいの伝わってきますけど。でも出てる時はちょっと冷たくしちゃうみたいな。でも本当は冷たくないです。そういうカップル見たことあります？カップルです。カップル、私はもういつも2人に頼りきりというか、いや全部やってーって自由なんですよ。マイペース自由なんです。本当にね、おしゃれな自由。おしゃれな自由ちょっとわかんない、なんか面白いです。旅人みたいな意味での自由。みんなバラバラ、中学生2人がすごく大人っぽくて、元気、しっかりしてますね、うん、そうやってバランスが取れて、でも中学生には見えない、いるメンバーなんですね、うん、きっと、はい、先輩たちもしっかりしてるから、うん、中学生組もしっかり育つんですよ。そういうこと、うん、じゃあ最後の質問なんですけど、はい、これから挑戦していきたいことなど、はい、それか歌いたい曲などあればぜひ教えてください。そうですね、例えば映画館とかに行くと、うん、初めにマナーの注意とかで映像が出てくるじゃないですか、はい、ありますね、あれをやりたい、やりたい、映画館に行ったら会えるって、ね、スクリーンズに会えるぞっつって、うん、それがちょっと夢ですね。夢です、やりたいですよ。あれ意外とすぐに叶いそうな気が、いや、そんなことない、みんな応援して、スクリーンズみんなの夢がもう、はい、そうですね、予告の間にある、そうです、あれにもう全部に出たいっていう、出たい、出れれば、うん、映画館に行けばすぐ会える、そうです、アイドルになる日も、そういう近いかもしれません。はい、ということでそんなスクリーンズさんからたくさんお話を聞くことができました。ありがとうございます。そんな皆さんのデビューミニアルバムムービーガールが11月5日もうすぐですね、発売されるんですよね。はい、ということで、はい、このアルバムについて改めて少し何か教えてもらえますか？はい、この曲はですね、オリジナル曲が1曲とカバー曲が4曲入っているんですけど、なんだろう、ルンルンした曲とか落ち着いた曲とか、いろんなジャンルの曲が入っているので、なんだろうね、このアルバムで、なんだろう、全てのその時のね気分に合わせて曲を選んで聴いていただければと思ってます。なるほど、ありがとうございます。 CD の発売が迫っているということで、来週が楽しみですよね。本当に楽しみ、うん、先ほど映像でもお見せできなかったですね、 CD の盤面もこう映画のフィルムみたいな感じで可愛く出来上がっているので、はい、ぜひ皆さん買ってみて、開けてくださいね。開けてください。それでは皆さんの今後の予定を教えてください。はい、と先ほども言わせていただきましたが、まず5日に CD が発売します、はい、そして9日に秋葉アイドルフェスティバル、そして17日に東京タワー TV で、東京タワー TV で、公開生放送をさせて、はい、出させていただきます。そして11月22日に
雑誌クールアップガールズに掲載されます、はい、詳しくは全部ホームページやツイッターなどそちらの方をご覧ください。はい、もう予定が詰まっているということで大活躍の皆さんなんですけれどもそろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。それでは最後に全国のリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、皆さんチーズでーす、はい、私たちはこれから映画館を盛り上げて頑張っていくので、はい、ぜひ応援よろしくお願いします。ツイッターを始めたばっかりで今年の中でね、はい、フォロワーさんも1万人1万人目標でーす。始めたてなので、はい、皆さんぜひぜひフォローを今すぐポチッとフォローをお願いします。個人でやってます。個人でスクリーズでもあるんでぜひ全部、ね、お願いします。6個全部フォローしてみてください。それではスクリーズのこの曲を聴きながらお別れとなります。曲紹介をお願いします。はい、1985年に公開されましたチェッカーズインタンタンタヌキの主題歌チェッカーさんズのカバー間違えたチェッカーズさんのカバーであの子とスキャンダルです。聴いてください。今週のウィークリーパーソナリティはスクリーズの皆さんでした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。
お台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここからは番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。今週は私武田あさみがご紹介します。お願いします。はい、今回紹介する映画は本日から公開のドラキュラゼロと明日から公開のエクステペンダブルズ3ワールドミッション、そして同じく明日から公開のマダム・マロリーと魔法のスパイスです。本日最初に紹介する映画はハロウィンにぴったりな作品ドラキュラゼロです。アイミンとユーマールはドラキュラの名前の由来は知っていますか、うん、ドラお魚くわえたドラ猫、はい、猫ドラキュラ猫そう、ドラ猫のドラ猫、うん、ドラ、なるほどね違うんですよそれそっかドラキュラの名前の由来はドラゴンまたは悪魔の息子という意味を持つドラクリア公を英語読みでドラキュラ公と呼ぶことからドラキュラと呼ぶようになったそうですよ。初めて知った、ね、そう猫じゃなかったね、猫じゃない、すいませんでした。はい、じゃあお話の内容を、ね、はい、お伝えと思います。はい、今回の主人公はトルコ勢力下にあるトランシルバニア国の君主でクシサシ公の異名を持つブラッド・ドラキュラ。ブラッドは妻子と共に平和に暮らしていましたが、ある日オスマン帝国から息子を含む少年1000人を兵士として育てるために我が国に渡せとの通知を受けます。自らも少年の頃に経験した訓練を息子たちに行わせたくないと願うブラッドはオスマン帝国との対決を決意します。そして迫り来るオスマン帝国の大軍に立ち向かうため古くから存在してきた悪の力を手に入れることになるのです。超人的な戦闘能力を得たブラッドは日々恐ろしく変貌していく身で愛する家族と国を守ることができるのでしょうか。今作の主人公ブラッドを演じたのは映画ホビット竜に奪われた王国にも出演しているルーク・エヴァンス。ブラッドの妻ミレナ役には危険なメソッドコズモポリスに出演しているサラ・ガドン。オスマン帝国の皇帝メフメト2世にはマンマミーアに出演しているドミニク・クーパーです。日本版のイメージソングにロックユニットのバンプスが起用されているところにも話題となっています。ドラキュラゼロは本日10月31日東宝シネマズ日劇ほか全国ロードショーです。はい、はい、次に紹介する映画に移りたいと思います。はい、はい、次に紹介する映画は明日から公開のエクスペンダブルズ3ワールドミッションです。大人気シリーズの3作目です。最強の傭兵軍団エクスペンダブルズを率いるリーダーのバーニーは CIA の作戦担当ドラマーから新しいミッションを受けます。内容はかつて共にエクスペンダブルズを結成した仲間であり現在は悪に染まった組織の大物ストーンバンクスの捕獲作戦でした。エクスペンダブルズの弱点を知り尽くした敵ストーンバンクスの力の前に決して若くないチームの仲間たちの身を案じたバーニーはチームを解散させ若いメンバーと新たにチームを組み直します。解散を言い渡されたチームの男たちが取った行動とは、そして CIA のドラマーが隠し持つ驚愕の切り札とは一体何なのか。毎回豪華なキャストがチームを作ってエクスペンダブルズシリーズですが、今作エクスペンダブルズ3ワールドミッションにも伝説のヒーローたちが大集合しているんです。へー、はい、ロッキーのシルベスター・スタローン、エンディン・ジョーンズのハリソン・フォード、ターミネーターのアーノルド・シュワルツネッカー、トランスポーターのジェイソン・ステイサム、ヒーローのジェット・リーなどなど、豪華すぎでしょう。豪華出演者たちが勢ぞろいしていますよ。映画エクスペンダブルズ3ワールドミッションは明日11月1日丸の内ピカデリーほか全国ロードショーです。はい、すごい本当に豪華だね。ちょっと興奮しすぎて噛んじゃいましたみんな知ってるもんね、うん、じゃあね、今日盛りだくさんなので最後にもう一作品だけご紹介させていただきたいと思います。最後に、はい、最後は食欲なきということで美味しい映画を紹介します。はい、2人はスパイスたっぷりのインド料理と気品あふれるフランス料理だったらどっちが今食べたいですか？おフランス料理。私はスパイスのインド料理です。はあ、じゃあ2人ともお店があったら別のお店に行くわけですね。そうね、どっちも1人ずつで行くわ。ついでに私は両方食べたいですということでわがまま。はい、今回ご紹介する映画はそのインド料理とフランス料理店の2店舗が出てくる映画マダム・マロニーと魔法のスパイスです。主人公はインド料理店を営むカダム一家の次男ハッサン。絶対味覚を持ち亡き母から受け継いだ秘伝のスパイスが武器の若き天才料理人です。彼の家族はインドのムンバイでレストランを経営していましたが、ある事件がきっかけとなりレストランと母親を失ってしまいます。その後ヨーロッパに移住し新しいレストランを開業できる場所を探す旅を続けていました。新
しくインド料理店を開業できたのですが、実はその場所、あろうことか気ぐらいの高い店主マダムマロニーが守る高級フランス料理店の真向かいでした。格式高い名門フレンチと賑やかな庶民派インド料理店、何もかも対照的な2つの店の間で食材やお客をめぐっての衝突が幾度となく繰り返されます。先も見えず両者のバトルが激化する中、解決の鍵を握っていたのはハッサンでした。彼の起こす美味しい奇跡が両店主の心を溶かしていくことになるのです。主人公のハッサンを演じるのはインド映画を中心に数多くの作品に出演しているオムプリ。マダムマロニー役には映画クイーンでアカデミー賞に輝いたヘレン・ミレンです。映画ショコラのラッセ・ハルストレム監督とスティーブン・スピルバーグ制作のディズニー映画マダム・マロニーと魔法のスパイスは明日11月1日門川シネマ有楽町ほか全国ロードショーです。はい、アイリンが持ってるのがね原作になります。原作本でカバーがね、うんうん、映画と同じキャストとの絵たちが、うん、なってるんですよ。ぜひぜひ原作見てね、映画見るのも楽しいと思うので、ぜひぜひチェックしてみてほしいと思います。門川シネマ有楽町でぜひ足を運んでみてください。はい、さて番組もエンディングなんですが、ここでもう一度番組フォーメーションを UMR にお願いします。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-6457-1462東京03-6457-1462へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは推し活のコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。はい、ゆまるありがとう、はい。コメントもね、たくさん来てるんだけどね。そう、さっきね、笑っちゃったの。何？あさみん、今ついたの。今ついたんですよ。あ、そうそうそう。前半はあさみん、顔が見えない仮面してたんだけど、今は可愛らしいうさ耳を。ぴょんぴょん。耳を可愛らしい、ね。キャラじゃないよ。確かにキャラじゃないね。それはね、納得するわ。納得。ほら、可愛くなったって。よかった。さっきの可愛くなかったですか？おかしいな。誰かわかんなかった。可愛いとかそういう次元じゃないもんね。おかしいな。おかしいな。うん、今日はハロウィンだけども、明日は11、うん、明日から11月ということで、はい、今年もあと2ヶ月となりましたが、確かにゆいまるはね、今年とか考える前に明日明後日、明日って頑張ってきます、うん。うん。何着るんだっけ？ウェディングドレスを着てきます。うん、いいね。泣いちゃいそう見たら。あとは明日は、うん、あの大島紬って100万円もする着物を着させていただくんですよ。着物に合う女になれるように。今日一日頑張ります。最後の悪あがきの時間。はい、最後は悪あがきします。100万円を着るんだね。うん、着られますか。あさみのつけてるこの耳もほら、うんうん、100万円するんだよ。あ、そうそう。重いんだよ。重いな。待ってくれてありがとう。重いな。というわけで、10月31日本日ハロウィンのお台場レインボーステーション、はい、お相手ははい、第13期シーサイドイメージガールの武田あさみと、同じく近藤ゆいと、メインパーソナリティは服部あゆみでした。良い週末を。バイバイ。バイ。お台場 TV とワッチミー TV をご覧の皆さんにはもうちょっとだけお付き合いいただきましょう。イエイエイエイ。あさみさっきよりね元気になった。いやね、もう身が降りた。やっぱ視界が狭かったからさ。そう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 。目がね、暑かったのマスク。取った時にね、シュワって。何湯気出た。なんかシュワってなった。あ、シュワってなった。あ、わかった。こううっすらかいてた汗が、そうそうそう、多分さっと蒸発するから。蒸発したんだと思う。ちょっとリアルのね。いや耳の方が良かったな最初から。最初から。うん。可愛いって言われるしね。うん、ね、そうだよ。最初誰だったから。実は姉説とかあったしね。そう。うんうんうん、本当に。え？ただいま。アメリカより。アメリカより。アメリカからでも見られてしまう。見れるんですね。ハロー。ハロー。ユーストリームで見てくださってるのかな。ユーストリームの動画が明日からですね、1ヶ月以上前の動画がね消えてしまうみたいなお話がありまして、私心配だなと思って動画保存しようと思ったんですけど、 YouTube のお台場 TV のアカウントがございます。そこにですね、今年の3月後半ぐらいからの回が全部アーカイブでありますので、皆さん心配しなくてもいつでも見られます。思い出が消えちゃうのかな。そうね、本当だよ。それより前のもね、ちょっとずつ今保存してるので、保存は今のうちにかな。確かに。え、そっか、見れるんだよね。大丈夫だよね。そうそうそう、よかったよかった。パッチリ見られます。確かにね。ということで、今晩のうちに思い出に浸るのもいいんじゃないでしょうか。そうですね、確かに。ということで、今日は婦人警官の
ゆいまるとあ、いいね、ゆいまると最初は怪しかったけど今はうさぎのあさみんとメイドのハットリアミがお送りしました。じゃあ最後どうしようか。ハッピーハロウィーン、ハッピーハロウィーン、はい、せーのハッピーハロウィーン、バイバイ。